旅の始まりを告げるワクワクする出発地はどこでしょうか。それは高速道路です。高速道路を利用すると通行料金の支払いが義務付けられ、この料金の支払いが高速道路の料金所を通るたびに行われます。前は高速道路の入り口の料金所で運転手が通行券を受け取り、到着地の料金所で従業員を通じて精算する方式でしたが、最近は車両に ETC 車載機を設置して通過時に自動で通行料金を支払うシステムを多く利用しています。高速道路は旅行者やドライバーの生活の質を向上させる上で重要な役割を果たします。3都市と都市だけでなく地方までの移動、軍事輸送手段に至るまで高速道路は通信と商業を向上させるからです。しかしこのような高速道路を建設するには多くのお金と時間、努力が必要です。発展途上国で高速道路の建設は経済と交通システムを画期的に向上させることができるため特に重要です。高速道路が整っていればより早く簡単な旅行が可能になるからです。今日お伝えするのは日本の先端高速道路システムを経験した後驚愕したアメリカ人の青年の話です。北海道に立つためレンタカーを借りて高速道路に侵入した彼は、日本の高速道路システムに心底驚いたそうです。今からその話をもう少し詳しくお伝えします。こんにちは、私の名前はケビンです。私は10日前から日本に来ています。日本の有名な観光地を回りながら休暇を満喫しています。最近行ったところは京都です。私はずっと前から京都の神社に行ってみたいと思っていました。ここに行ってきた数多くの外国人は京都の暖かい日差しと澄んだ空気、そして満開の花について絶賛を惜しまなかったからです。次はどこをドライブしながら遊びに行こうか迷っていたところ、レンタカーを借りて3泊4日間北海道の稚内を旅行することにしました。豊かな自然を誇る北海道は日本の約 22% を占めるほど広大だそうです。思ったより広いので日程を決めるときは注意が必要です。日本は外国人が簡単に利用できるようにサービスが多く、その一つがレンタカーでした。私は国際運転免許証を持っていますし、アプリでも予約できるのでレンタカーを借りるのは難しくありませんでした。そのようにレンタカーに乗って高速道路に侵入した時、空の青さと澄んだ空気が私を歓迎しているという気がしました。私は高速道路で運転しながらあらゆることに驚かされました。最初に私を驚かせたのは ETC カードでした。ETC カードはレンタカー会社から借りることができます。ETC カードのレンタル料は1回324円です。日本には外国人旅行者向けの高速道路定額乗り放題パスがあり、地域によって種類が分かれますが、JEP、KEP、HEP、SEP、SEP、TEP と呼んでいます。この高速道路定額乗り放題パスを使えば、一定料金で一定期間高速道路を無制限に利用できます。レンタカーを借りるときに ETC カードを頼めば車の中に入れて使えるようにしてくれますが、アメリカとはシステムが違いました。アメリカでは運転手が車載機を購入しなければならず、2週間ほど経ってから受け取ることができます。もちろん ETC カードを申し込んでいない場合は通常の入り口で現金で支払えばいいです。一般の入り口には従業員がいつもいるので心配しないでください。日本は配慮のある国らしく、高速道路の至るところにもドライバーへの配慮が感じられます。日本のパーキングエリアがその一つだったのですが、私はああいうところがあることに驚きました。長旅だったので私は眠くなって窓を開けたり下げたりして眠気を覚ましていました。それでも眠すぎて辛いと感じていた時にパーキングエリアと書かれたところが見えてきました。パーキングエリアの前にはたくさんの車が止まっていました。私もそこに車を止めて休みましたが、駐車場も広く設けられている上、小さなカフェもあって簡単に空腹を満たすことができました。私はそこで40分ほど寝てからまた出発しました。眠気も覚めて爽やかな気持ちで運転できて
とても良かったです。しばらく高速道路を走った後、ちょっと休みたいと思って目につくサービスエリアに入ったのですが、私はそこでも驚かされました。トイレや飲食店もとても充実していてびっくりしました。まるで巨大なショッピングモールに入ったようでした。日本のサービスエリアは進化に進化を重ね、単にドライバーの休憩や食事、トイレなどを解決するレベルを超えていました。私が立ち寄ったサービスエリアは北海道の南西部にある伊達市にある有珠山サービスエリアです。展望台からは活火山の有珠山や昭和新山、養鶏山を眺めることができ、海も見えるので壮大なパノラマを楽しめました。ここで一番有名なサービスエリアの食べ物は黄金豚生姜焼き定食でした。甘くてスパイシーな手作りソースが豚肉を引き立たせ、しっとりとして柔らかい肉質と繊細な味が絶品でした。美味しい食事を終えて、私はお土産屋さんを通り過ぎることができず、両親へのプレゼントも買いました。北海道の名物和菓菜も選びました。このお菓子は大福豆を使用した白あんに卵醤油で焼き上げた焼き芋を創作した和菓子です。もしここに寄ったら、ぜひ買って食べてみてください。このサービスエリアはデートスポットや家族旅行スポットに挙げられても遜色ないです。後から知りましたが、日本の高速道路のサービスエリアは世界中で最高だという賛辞を受けていました。私が本当に驚いたサービスエリアはもう一つあります。まさに世界唯一海上にあるサービスエリア、海ほたるです。海ほたるは名前の通り海の上で、ただここだけが輝いていて、夜景も本当に素敵なサービスエリアでした。日本の休憩所は大きく2つに分けられますが、サービスエリアは各種施設が多く、パーキングエリアは比較的シンプルです。駐車場、トイレ、自動販売機だけのパーキングエリアも多いです。ところが海ほたるはパーキングエリアにもかかわらず、レストラン、フードコート、コンビニ、スターバックス、お土産屋さん、ゲームセンター、ドッグレストなど、サービスエリアに劣らず、多様な施設がありました。ここは日本に行ったら、必ず立ち寄るべき場所だと言われています。海ほたるは、駐車場の入り口から見える姿が、まるで大きな船のようでした。360度を海に囲まれた、全長650メートルの島である、木更津人工島に建設され、ここに来る時に通ってきたアクアラインはとても長く、そこに換気のための施設があります。その施設は風の塔と呼ばれています。コンテナをいっぱい積んだ貨物船もたくさん行き来し、海岸に海上係留施設があって、個人ヨットもたくさん通っていました。展望台からは東京の様子を肉眼でも見ることができました。展望デッキのある4階と5階までエスカレーターで楽に移動でき、1階から3階までは駐車場となっていました。またコンビニ、レストラン、小物ショップなどの休憩施設が備わっていました。一言で海に浮かんでいるショッピングモールと言えるでしょう。海ほたるは晴天にも風がとても強く感じられました。この東京湾を横切る風を利用して電力を生産する風力発電機もあるそうです。また中にあるトイレはエアコンがついていて、涼しくてとても綺麗でした。海の真ん中に浮かんでいるので大きな船に乗っているようでした。ここで注目すべき食べ物は海ほたるの名物イワシバーグです。イワシバーグはお魚ハンバーグですが、揚げかまぼこだと思ってください。色のせいでしょっぱそうだと思いましたが、全然しょっぱくなくて淡白でした。脂っこくもないのでおやつにぴったりでした。それにここには興味深い自販機もかなり多かったです。日本は自動販売機天国と言われていますが、これは海上高速道路のサービスエリアにも適用されていました。海の真ん中に位置しているため、コーヒーを飲みながら海を鑑賞するのにも適していました。私は個人的に日本のサービスエリアにある小物ショップを見るのが好きですが、ここにもいろんなお土産が並んでいました。世界唯一の海上高速道路のサービスエリアとは感じられないほど、様々な施設をここで見ることができました。日本はどこのサービスエリアに行っても広い駐車場と綺麗なトイレ、そしていろいろな食べ物が私のような旅行客を歓迎してくれます。
きっと日本を旅行する外国人のほとんどが日本の高速道路のサービスエリアを見て驚くでしょう。アメリカの場合はサービスエリアはトイレだけの建物が多く、数台の自動販売機や ATM が設置されています。実際、人が食べ物を楽しんだり休息を取ったりする空間はあまり多くないです。しかもトイレも有料で使わなければならず、きちんと管理されていないので不衛生な反面、日本のサービスエリアはきれいなトイレを無料で利用できます。それにおやつのレベルも違います。アメリカはナチョスやソーセージなど単調なメニューだけを売っていますが、日本はフードコートもあり、メニューも多様でおやつの種類もあふれています。短い時間で多様な食べ物を味わえるので、まるで天国のような場所です。アメリカにも日本と同じサービスエリアが作られることを切に願っています。特に日本は異色のサービスエリアがとても多いようです。展示会が見られるところもあると日本人の友人から聞きましたし、変わったインテリアが目立つサービスエリアやゲームができるサービスエリアもあるそうです。本当に驚いたのは、ペットが自由に走り回れるドッグランがあるサービスエリアがあるということでした。しかしまだ驚くのは早いです。日本はサービスエリアも変わっていますが、面白い国道も多いからです。石川県金沢市にある千里浜渚ドライブウェイは日本唯一砂浜を走れる国道です。ニュージーランドの最北端にも90マイルビーチなど四輪駆動車で走れる砂浜があります。ですが、普通の乗用車やバイクでも走れる砂浜は世界でも珍しいです。千里浜渚ドライブウェイで車のドアを開けると車内に波が入ってきそうなほど海に近づくことができます。ここで車を砂浜に向かって走らせるのは逸脱ではありません。日本海に向かって広がる 8km の砂浜を乗用車はもちろん、大型観光バスも走るからです。この地域の砂流の大きさが一般の砂流の半分程度で、細かいので可能なことで、細かい砂がしっかり固まっているので、大型バスやトラックが走っても大丈夫だそうです。悪天候で道路が閉鎖される日を除けば、年中24時間無料で水平線を眺めながらドライブを楽しむことができます。避暑客が集まる夏には道路交通法上公道として認められ、速度制限や駐車禁止などの道路標識も設置されるそうです。私が行ってみた国道はこれだけではありません。青森県の一番北の津軽半島の龍飛崎には階段国道があります。でもここは車とバイクは走れず、歩行者だけが歩いて上り下りすることができます。総延長 388.2m の道路が362段の階段で構成されている国道は日本でここだけです。車が走れない道路がどのように国道に指定されたのか知りたくないですか？これについては実はいろんな説が伝えられています。道路を整備する過程でこの地域全体を国道に指定しましたが、70メートルに達する高低差民家密集という条件に阻まれて、階段部分は改良がなされぬまま現在に至るそうです。とにかく階段国道なんて本当に不思議です。海の国らしく、日本には海上国道があります。国道58号は九州の鹿児島から沖縄那覇を結ぶ総延長 850km の国道です。でも九州と沖縄の間の島である種子島と奄美大島、沖縄本島北部から那覇市までを結ぶ本物の道路を除けば 600km 以上が海上を走る空想の国道です。しかも海の中を走る高速道路もあります。神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結ぶアクアラインです。この高速道路は 15.1km にわたり東京湾を横断しますが、このうち川崎市から海の真ん中の海上サービスエリアの海ほたるまで続く 9.8km は海の中を走る海底トンネル区間です。海底トンネルだなんて、まるでファンタジー映画に出てきそうじゃないですか。一番深い地点は地上から60メートルまで掘りました。この国道は日本のバブル経済の終わり頃の1989年5月に着工し、1997年12月に開通したそうです。
どこを見ても日本はアメリカが追いつけないほど目覚ましい勢いで進化しています。そこが空港であれ、サービスエリアであれです。そして日本のサービスエリアの共通の特徴は、清潔感あふれる高級なトイレがあることです。サービスエリアにもかかわらず、洗面台やハンドドライヤー、きれいに掃除された状態を見ると感嘆の声が自然に出ます。日本のサービスエリアに行ったことのある外国人の友人は今でも褒め続けています。実際ケビンさんの投稿には、日本のサービスエリアを称賛する外国人のコメントが数十件ありました。ケビンさん、あなたの投稿に同意します。私も日本のサービスエリアがこんなにロマンチックだとは思っていませんでした。言葉では表現しきれないくらい素晴らしかったです。美味しいおやつと親切な店員さんたち、そして快適な室内はサービスエリアとは思えないほどでした。日本人の友人に聞いてみたら、他のサービスエリアもみんなこれくらいだそうです。それなら私が住んでいるアメリカのサービスエリアについて説明してみましょう。人々の望むものが売っていない売店と、10人が並んで待っているほとんど故障したトイレ。申し訳ないですが、それしかありません。オーストラリアのサービスエリアも同じです。客を待っている古いガソリンスタンドやマクドナルド、次々と並ぶ汚いトイレ、角に商品が高いコンビニや質の悪いコーヒー専門店、それだけです。日本のサービスエリアについて知ると道路旅行に行きたくなります。でも私が住んでいるところには悲しいことにサービスエリアがありません。もし私が高速道路から出たら、古いガソリンスタンドやトウモロコシ畑の穴が掘られたトイレがあるだけです。日本のサービスエリアがとても懐かしいです。私は時々高速バスに乗って友人と他の都市に旅行に行きました。早くサービスエリアに行ってお菓子と飲み物などを買いたいです。また日本に旅行に行きたいです。わあ、日本の高速道路にこんなに大きな休憩スペースがあることに驚きました。すごくラグジュアリーで素敵ですね。トイレはどのくらいのレベルなのか気になります。日本のサービスエリアにはぜひ行ってみてください。美味しい食べ物が多くてすごく楽しかったです。しかもサービスエリアもドイツより大きいです。もし皆さんがドイツに来たら、サービスエリアでは何も食べないでください。きっと後悔するでしょう。ポーランドにもこのようなサービスエリアがあったらいいな。私たちはガソリンスタンドだけあるか、高価なレストランしかありません。私も日本に行きたいです、など日本の異色のサービスエリアを褒めたたえました。ケビンさんは最後に、日本の高速道路を見ながら旅行をしていたらいつの間にか北海道の稚内に到着していましたとし、日本は先端施設を誇る国であり、皆さんは日本に来てこれを経験してみなければなりませんと伝えました。外国人にたくさん褒められて私もとても嬉しいです。高速道路なら高速道路、サービスエリアならサービスエリア、どれも欠かせない日本旅行に外国人が一風変わった思い出を作っていくことを願っています。次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。